インターネットは、ピアツーピアを否定している。その結果、平等性を喪失していて、その時、利益性を失った。欠陥は、ここ、だけだ。これを打開しないことで破綻へ。理解はある。ただ、あまりにも些細だ。そして今更だ。平等性こそ利益が発生する。理由？利益が必要なら、フラットを目指さねばならない。独裁性はそこにいらない。100% と 99.99999999% のどこがどう違うのか。前者は売れ、後者は売れない。まるで、バベルの塔だ。天に届くほどの塔？それが些細なミスか何かで崩落していくような。神はその時に、その最下層で、金持ちか暴君を見上げつつ、単純につぶやいて、神はそれに応えてしまい、その塔は瓦礫へ。悪いのは誰か、天へ届くそんな塔を作ったやつか、つぶやいた神か、応えた神か。なぜだ。憤怒の絶叫は、